だ、この前見られなかったもんね。マンゴー、マンゴー、これマンゴー。おはようございます、屋上ファームひろです。たまに動画あげたと思ったらお出かけ寝たっていうね。まあまあ植物もりもりの内容になってますのでよろしくお願いします。それでは行ってみましょう。昨夜この花館行ってきました。熱帯フルーツ店やってました。直径1メートルぐらいの大きなハスです。大きいね。こういう巨大植物は大好きです。我が家の屋上は夏場は50度を超えます。こちらの温室の温度は意外にも低かったです。おじぎそうでかい。何もならん。ああ、動いた。ちょっと閉じた。こんなたくさんのパックマン初めて見ました。でかいな。タコです。本日のお目当ての植物を見つけました。洋菓子には欠かせないあれです。このバニラの木が見たかったんです。インゲン豆のような細い実の中にあのバニラビーンズが入っています。バニラはランの仲間だそうです。展示された袋からしっかりいい匂いがしていました。バニラのサイズ感が分かってありがたいです。バニラビーンズ買うとお高いらしいので作って売ったら儲かりますかね。家庭菜園って楽しいですよね。金根菌の説明を発見しました。こういうのにテンション上がるって、もう自分もなんか立派な園芸の変態になったなと思います。花博のラフレシアってよく聞きましたよね。ああ、こういう花もあるんだなって子供の頃思いました。この辺りはフルーツがたくさんありました。ある。あ、これが実になるのね。ね、いや芋っぽいな。卵の。可愛い、実が可愛いよ。ドラゴンフルーツも育ててみたい果樹の一つです。でもこうして見ると結構横にも広がりそうで、うちには難しいのかなとも思います。ずっと外に置けたらいいんですが、多分冬は部屋に入れてあげないといけないので、それが課題です。この赤い花がとても綺麗でした。トケイソウ科って書いています。
パッションフルーツも育ててみたいのでちょっと気になりました。このクジャクみたいな木がめちゃくちゃ大きかったです。すごかったです。うちも今ドワーフモンキーバナナっていう小さいバナナの木を育てています。楽しみです。この頃、完全に家族とはぐれて迷子になっていたことは内緒です。この木がとても可愛くて気になっていました。こういうのめちゃめちゃ憧れます。ヤシの木を見るとハワイ感を味わおうとするのは私だけでしょうか。ゆっくり癒されたいけど不審者のぼっちなんで早々に退散します。サボテンコーナーにやってきました。マガマガしいですね。もうこういうの大好きですね。あ、ちょっと伸びるみたいな。ニラ。うん。高山植物室、絶好の涼みポイントです。ちょっとハイキングに来ているような気分で楽しかったです。スズランが可愛すぎて一目惚れしました。外に出るととても不思議ないい香りがしました。どうやらこの木の香りみたいです。ハンカチのような花が咲いています。嘘やろ。
ここでも南国フルーツが見られました。初めてドリアンの匂いを嗅ぎます。なんかそんなに悪名高き感じでもなかったですよ。これは模型。模型だ。マジであれ腐ってるって。細かいな。腐った匂いする。1階にはレストランがあります。残念ながらこの時は満席で諦めました。店内はとても開放的で気持ちよさそうでした。結構広いフリマもやっていました。まあ大体私こういうところは決断力がなくて何も買えずに帰ることが大半です。それではここまでご覧いただきましてありがとうございました。次からは屋上動画やっていきます。それではバイバーイ。